列車ホテル。列車ホテルとは、鉄道車両を宿泊施設として用いているものを指す。日本国外では、上級寝台車。日本では、A 寝台が相当するが、水準は、青函ブルトレの個室寝台かそれ以上の水準のものとされるを連結した寝台列車をこう呼ぶ場合があるが、日本の鉄道では長距離輸送を必然的に引き受けていた。国鉄 JR では、 寝台車を連結して運行を行った夜行列車や寝台列車、ブルートレインを含めて交渉される事例は少なく、むしろ鉄道事故や台風、地震、大雪などによる輸送障害に伴う宿泊施設代行を指す場合が多い。また、宿泊施設が寝台車を鉄道事業者より払い下げなどで購入し、宿泊施設として再利用する場合も交渉する事例がある。 日本の鉄道の場合、突発的な鉄道事故や大雨、地震、大雪などによる輸送障害により発生した長時間の運行停止に伴う大幅な遅延が発生した場合、やむなく使用していた鉄道車両、始発、終着駅別の車両で振り替えができる場合には別の車両を用い、一時的な宿泊施設として用いる事例を交渉する。この場合、 車両は、寝台車両が存在しない新幹線の場合もそうで、あるが、在来線の場合でも座席車が用いられるケースが多い。場合によっては、車内で横になれるように、カーペットカーやお座敷車両を行った、ジョイフルトレインを開放することもある。こういった状態は深夜、早朝帯に、終着駅に到着し、すでに周辺の列車運行が終了している、時間帯でかつ、 列車手配が困難な事例で主に行われることが多い。しかし、緊急停車中の車内で、いわゆる缶詰と称される事態が起こった場合で、ほぼ深夜帯にかかることが想定される場合、ないしはそういう事態が発生した場合に仕立てられることもある。この設定は、運転業務において、運行管理者の判断により行われることが多い。また、 臨時普通信台列車の扱いであるが、宿泊施設の代行として運行されたものとしては、1985年、昭和60年の6月より9月まで、国際科学技術博覧会開催に際して、当時不足していたとされる、会場編の宿泊施設の代行として、エキスポドリーム号が、土浦駅万博中央駅、2006年、平成18年には、日立の牛久、 駅付近間で運行された。この事例をもとに1988年、昭和63年に、瀬戸大橋白88、岡山開催に合わせて、岡山駅小島駅間で、駅スポトレインは週が、1992年、平成4年と1993年、平成5年に、全国高等学校や選手権大会開催に、合わせて、新大阪駅、 甲子園口駅間で、ナインドリーム甲子園号が運行された。また、2009年、平成21年と2010年、平成22年の11月2日には、唐津市で行われる、唐津くんちに合わせて、現地での宿泊施設が不足していることと、寝台列車のリバイバル運転も兼ねて、唐津西唐津駅間で、唐津くんち、ホテルトレインが運行された。2000年、 平成12年以前も運行していた。エキスポドリーム号やナインドリーム甲子園号は始発駅付近に車両基地があり、出発時刻に始発駅を出発した後に乗客を乗せたまま車両を車両基地か駅に一晩駐留し、翌朝に目的駅に向かう運行体系を組んでいた。臨時列車であるため列車番号も設定され、 ダイアグラム上にも記載される。なお、短距離を長時間かけて運行せざるを得ない列車の性格から市販の時刻表より割り出される見かけ上の表、低速度低くなる。例えば、ナインドリーム甲子園号は時速 2km 程度にしかならない。これと類似したサービスとして、1989年、平成元年3月11日から1991年。 平成3年3月15日までの間、寝台特急列車、北陸の下り列車で実施されたチェックアウトサービスがある。チェックアウトサービスとは、終着駅である金沢駅に当時のダイヤで6時33分に到着後もしばらくの間寝台を利用できるサービスで列車自体を東金沢駅に引き上げ9時まで利用できた。同様のサービスは国鉄時代にも 上野仙台駅間の新大急行列車、新生の仙台駅、上りのみ21時30分より新大が利用できた。時刻表にも明記。この場合は、チェックインサービスとも言えるや、南紀夜行、南紀、早玉の天王寺駅などでも、具体的な名称は伴わないながら実施されたことがあった。一部の宿泊施設では、鉄道事業者から払い下げられた車両を購入し、 客室として利用する事例もある。オートバイ、自転車旅行者向けの施設については、ツーリングトレインという名称で呼ばれる。車両自体が利用目的となるケースでは、同様に廃車となった蒸気機関車も含めて、SL ホテルなどの名称が与えられるが、正確上車両を野ざらしにせざるを得ないことから来る、車両の老朽化や利用客の減少などに伴い近年では、 施設が減少しており、2010年、平成22年の時点で営業を行っている、SL ホテルは存在しない。以下は SL を伴わないが、現在も営業中の施設である。日本国外ではいわゆる、走るホテルという言い回し程度の表現で、寝台列車、夜行列車に使用されている。このうち、スペイン国鉄、フランス国鉄では共同で長距離夜行列車にこの、 言い回しを用た、トレンホテルが運行されている。日本では、俗語、因語、洒落の一つとして用いられたこともあるとされる。ただし、この場合単純に、夜行列車の座席車を利用するという意味合いであろう。また、二重軽客車の登場時には、エアーコンディショナーが完備されていたことや、静粛性を極力高めたことなどから、走るホテルの愛称が与えられた。 1930年から1931年の昭和恐慌時には、失業者や不老者が行き場を失い都市に溢れ、一部は犯罪行為に及ぶなど、治安の悪化が社会問題化した。1931年12月、鉄道省では、陶器の除雪要員を確保するために、内貿易構内の引き込み船に廃客者8両を引き入れ、暖房と食事を提供する。 無料宿泊所としたところ、札幌近郊から失業者や不労者が殺到。車両も13両に増加させた結果、1935年には利用者が900人規模に達し,し、全国的にルンペン列車として名が知られるようになった。その後、無意図職を助長する救済政策が批判されるようになり、別途、失業者救済が行われるようになった結果、 1937年3月15日に施設が廃止されるに至っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。